こんにちは、心理カウンセラー高村です。カウンセルしてますと、うつ病で調子が悪いにもかかわらず代わりの人がいないので休めませんという方がいらっしゃいます。ただこうやって無理を続けますと、結果的にひどく調子が悪くなって全然仕事にならなくなってしまったり休職になるということもあります。そうすると迷惑をかけてはいけないという思いが結果的にそうなってしまうということになってしまいますので、ここは調整が必要ですよね。どうしても人がいない、回らないという時に休むとか少しペースを落とすというのは非常に恐怖とか罪悪感が出てきて、そこが問題になってくるんですけども、ただ短期的にそれをやって何とかすることがかえって自分の首を絞めるということにつながりますから、ここは一つ勇気を持って仮に品種を買うとしてもペースを落としていくというようなことがどうしても必要になってくるかなというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後にご覧いただきありがとうございました。